県消防学校を卒業したのは、県内の消防局や消防本部に採用された18歳から26歳までの初任科生47人です。卒業式に先立ち、初任科生たちは今年4月からおよそ半年間取り組んだポンプ操法や災害救助などの訓練の成果を披露。今年は3年ぶりに家族の出席が認められました。その後、式に臨んだ初任科生たちは卒業証書を受け取り、消防士としての一歩を踏み出しました。卒業証書、田中徹平、右は長崎県すいません。困っている人に寄り添えるような消防士になっていけたらいいなと思います。市民のことを一番に考えて活動できる消防士になりたいと思っています。これからも頑張ってください。ありがとうございます。安全管理を気をつけて仕事頑張ります。はい、卒業生たちは明日からそれぞれの配属先で活動を始めます。8人一気最高。